元気ですか？セブンス・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。旧約聖書の出エジプト記には、奴隷であったイスラエルの民が神様に導かれエジプトから救い出される記事が載っています。エジプトから脱出したイスラエルの民が海を渡りたどり着いた場所は荒涼とした荒野でした。不安と欠乏を感じる民はことあるごとに不平不満を訴えます。それでも彼らはこの場所で神様に養われることを学ぶ必要がありました。神様と共に歩む、その生き方を学ぶのです。旧約聖書申命記8章の3節の言葉、主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。ここに書かれています苦しみ飢えとは、荒野の生活を意味しています。民はその中で今まで誰も味わったことのない神様の保護を知ります。それらは皆神様の御言葉による神様からのお約束でした。彼らは荒野で危険と、そして約束とに向き合いながら、人はパンだけでなく神様の口から出るすべての言葉によって生きることを学んでいくのです。私たちの人生の危機、荒野の経験、それらを私たちは経験するかもしれません。しかしその中で神様の約束に生きる新しい生き方を学ぶことができます。ある人はおっしゃいました。イエス様が与えてくださるのは単なるハッピーエンドではない、それはトラストエンド、信頼に極まることだ。人生の荒野で人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを学んでいくのだと思います。最後までメッセージをお聞きくださりありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。